トップと1打差。思い切りはいいですね。今日一番のティーショットなんですが、鋭い振りでした。小林ヤードです。あ、これもいいですね。あ、これもいいところ。現状トップ抜け出せるかという小林、バーディーチャンスを作りました。さあ小林バーディートライです。これが決まれば単独トップ躍り出ます。これしっかり決めました。ガッツポーズを作った小林です。14番バーディー、これで8アンダートップです。決めるとツアー初優勝ぐーっと近づきます。小林8アンダーから16番バーディートライ。うん、わずかに外れました。悔しがる小林。こう見てる方が息が止まりますね。16番パーです。8アンダー変わらず。おお、これはいいところ、バンカーショット。これはナイスリカバリーになりました。思いっきりいいですね。クラブお願いします。小林単独首位キープで18番最終ホールに迎えるか。しっかり決めました。ナイスパーです。これはナイスパーセーブになりました。17番。18番このバンカーからのセカンドショットです。自身初優勝に向けて18番のセカンドショット。ちょっと低く出て、グリーンまでは届きませんでした。イセリ選手逆転ありっていうチャンスですから。そうですね、はい、追いかけるイセリから少し離れて小林が18番グリーンへと歩いていきます。弱いな。ちょっと弱いか。パーパット、この距離です。初優勝のプレッシャーもあったか。ここまでは思い切りの良さが存分に出ていた、そんな小林でしたが、この18番少し様子も違ってきたか。このパット沈めました。思わず口を押さえました。ナイスパットですね。18番パーです。単独トップは譲りません。イセリ、これを決めれば小林とのプレーオフ。バーディートライは決まりません。この瞬間小林のツアー初優勝が決まりました。バイクレレディースカップを制して自身ツアー初優勝。昨日から入ると思ってやったものは全部入らなかったので、まあ最悪プレーオフでもいいやと思って打ちました。入った時はどんな気分でしたか？入ったかって感じでした。向いてないのかなとも思った時期もあったんですけど。はい、こうやって勝つ日が来て本当に嬉しいです。